冬の札幌、たぬき工事。見た顔が。こんばんは、新ユニット知床路上でございます。あ、路上初めてです。そう、ちょっと緊張してるんです。ライコの新ユニット知床路上、初の路上ゲリラライブ。ドラムの直人がボンゴー、ギターアッキがアコースティックギターを持って春が歌う。何か新たなことをやりたいとアッキが言ったのが知床城結成のきっかけ。他のアーティストの曲を演奏することで刺激を受ける。君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。とてもとても険しく細い道だったけど、今君を迎えに行こう。自分の大きな夢を追うことが今までの僕の仕事だったけど、君を幸せにする、それこそがこれからの僕の生きる印。ありがとうございます。できるもんない、できるもんない、練習しなくても。いや、楽しくなってきた。知床路上がやってきました。知床の岬に浜夏の咲く頃ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どこまでも大きな空を舞い落ちる雪の花、僕らまた会えたなら愛も変わらず笑い合えるかな。笑っていてくれた。
ありがとうございます。僕ら知床路上っていうユニットなんですけれども、実は悲しいお知らせがあります。今日で解散します。よし、じゃあ解散。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もっと練習してます。出直してきます。知床路上に再びどこかで会えるかもしれない。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ライコライブ情報。27日土曜日、海坊主プレゼンツのイベントに出演。場所は札幌コロニー。詳しくはライコオフィシャルサイトでチェック。次週1月24日のライコ動画は新曲東京レコーディング。